ご主人。どうしたの、メリア。私、この殿方についていきます。今までお世話になりました。え、そんな、だってメリアは俺の。でも私の代わりなんていくらでもいるじゃないですか。私は私だけ、愛されたいんです。それでは、さようなら。待って、メリア、俺はメリアのことを。メリアー。夢か。メリア様、いきなりですいませんが、今日一日パト様をお願いします。はい、私にとってはご褒美なのでむしろ毎日これでもいいですよ。それはメリア様でも許しません。それに今は耳含め、私の側近の指導もありますので、あまり離れてほしくなかったのですがね。まあまあ、ご主人だってたまにはこういう日も必要ですよ。ソルテはソルテで頑張ってねー。浮かれて敬語が剥がれてる。ではパト様、明日にまたここにお迎えに参りますので、気の済むままメリア様とご同行してください。お気になさらず。はあ、嫌な夢見て寂しくなったって。しかもよりによって一番パト様のことを病的なまでに愛してるメリア様に。さて、ご主人はずっと私のそばにいてください。思う存分私成分を補充してくださいね。いや、お気になさらず。もう、照れちゃってー。そういえば俺メリアが仕事してるところ見たことないな。なんですかね、まさかあのご主人自ら私に甘えてくるなんて。素敵ですね。いつも距離を詰めたら突然、へたれ、で散歩引かれてましたが今回はご主人からゼロ距離、もう仕事辞めちゃおうかな。今日はずっと私の服の裾を掴んでいるんですか。うん、でもお気になさらず。満足するまで掴んでてください。むしろ後ろから抱きついてくれてもいいですよ。いや、それは仕事の邪魔になるから。まあ俺は空気だと思って。私専用の空気清浄機ですね。最高の空気です。メリアちゃん、失礼するわよ。あれ、パトがここにいるなんて珍しいわね。何してるの？お気になさらず。私と一緒にいたいとご主人からご所望をいただいたので、今日は一日ずっと一緒です。へえ、なら次は私のところに来たらいいわよ。私もいつでもウェルカムだから。うん、まあ。うん。今日のパトどうなってるの？私が他の男のところに行く夢を見たらしいですよ。絶対ありえないじゃん。だって病的乗り越えて世界最強のメンヘラこじらせてるメリアちゃんよ。僕もまあ本人の前でそこまで悪口言えますね。せめて世界一の一途って言ってください。まあ、でもわかったわ。つまり寂しくなっちゃったのね。パトも可愛らしいところあるじゃない。同感です。もうずっとこのままでもいいですね。僕もまあ、本人が聞こえる声で話せるよね。あ、これ以前言ってた惑星の大地に栄養を与える薬の試作品ね。お、早いですね。なら試しにゼッカちゃんに渡して使ってもらいますね。なんでゼッカ？栄養が与えられすぎて植物に石が芽生えて触手になって人を襲ったらまずいでしょ。ゼッカちゃんはそんな時のための抑制要因です。かわいそうに、何しても面倒ごとに巻き込まれるようになってるんだな。無駄に強いんだからうまく活用しないとね。メリアって司令塔だよね。何か指示するんじゃないの？そうですけど、もう大抵のことは各自でできるようになりましたし、法案も経済も安定していますし、今私がすることは特になかったりするんですよ。これは月下ちゃんの仕事の方針アシストです。ここも安定すればこの分野も私は依頼しない限り用済みですね。上も暇なんだね。配下が優秀ですからね、ご主人のところまで仕事が回ることはありませんね。なるほど、それは景気のいいことで。パト様、いきなり失礼します。メルサー、カコメラートロス、の軍隊に喧嘩売られて戦争が起きてるんです。止めてください。俺にどうしろと言うんだ。それ。パト様がメルをなだめてくれたら1コロなので、きっと怒りも収まると思います。ちなみに戦況は、メルの完全無双ですよ。当たり前じゃない？メルに突っ込む兵器は全部返り討ち、もう、カコメラートロス、の犠牲者が数百万ですよ。さすが、赤の豪邸、何恥じぬ暴れっぷりですね。どうせ全員復活するんでしょ？お互い好きなだけ暴れさせたらいいじゃない？このままだと始末書全部私になるんですよ、お願いしますよ。このままだとミールに怒られるし、他の被害を受けたエデンの責任者に怒られ、始末書がバカみたいな量増えて、その対応で私の自由がなくなっちゃうんですよ。ならミールに言っておいた方がいいですね。そうだな、全責任はネルという死を叩き起こした相手が悪いから始末書は全部、カコメラートロスにして、って終わった後に言っておくよ。本当ですか、すごく助かります。そういえば今回はメリアと一緒にいるんですね、珍しいですね。それは、まあ、お気になさらず。メリアが動くほどの護衛なら私も護衛に入りましょうか。いや、そんなものじゃないので、
気にしなくて大丈夫ですよ。そうですか、ならいいのですが。メリア、一緒にミカドルエデンに来てもらっていい？わかりました、暇なので行きますよ。帝王様、メリアがいなくなっても私が全て尽くすので私を愛してくれてもいいのですよ。そうそう、なんてとんでもないこと言うんですか。メリアじゃないと嫌だから、その、気にしないで。羨ましいですね、私もそう言われるくらい愛されたいです。それで要件はもう大体理解してるよね。そうですね、わざわざお越しいただかなくても把握してますよ。ミール、ご主人は理由がないと会いに来れない奥手なんですから、察してもらわないと。つまり、会いに来てくれたってことですか。それは嬉しいですね。あとお願いなんだけど、寝ると寝てもらえる？今回実は寝るに正当性があるので私にはなんとも。それに寝る無傷ですし。止めてもらえるだけでもどう？ならベルを呼びますよ。私だと止めるついでに倒しちゃうので。すごいセリフだな、俺には一生言えそうもないセリフだよ。それでは止めるだけでいいのでお願いします。ベル、お願い、ネルを止めれるのはベルしかいないのよ。面倒だけど、わかったと思う。それじゃあ行ってくる。ネル、もうおしまい、これ以上やっちゃうと芯がなくと思う。ベル、売られた喧嘩を買ってるだけだ。なら相手が降伏するまで相手してやるのが礼儀というものだろう。まあわかるけど、今回はもう抑えてほしいと思う。わかるならどけ。とりあえず全滅させて全員に拷問と10万字以上の反省文を書かせてやる。もう、なら無理やり止めると思う。私の答え。ほら、もうダメ。落ち着くまでここから出さないと思う。ベル、これはお前の挑戦状ということでいいか。10秒以内で壊せたら言っていいけど、ダメなら諦めてほしいと思う。いいだろう、前回は壊せなかったからな。今回は壊してやろう。じゃあ待ってると思う。さすがに寝るでも3分はかかると思う。これで落ち着いてほしいと思う。そっちもいい加減やめて、寝るに勝てないのくらい理解できるよね。無抵抗の世界。これで終わり、喧嘩両成敗だと思う。というよりもう10秒経ってると思う。私の世界、会場。ほら、終わりだと思う。むう、悔しい。ネル、ちょっとは軽くあしらう術を身につけなよ。住職にべったりな主様よ。あいつらみたいなネクラなアリはな、踏みつぶして巣に鉄を流し込むくらいがちょうどいいんだよ。物騒なことを言わない。というか同じミカドルエデンの従属相手でも無傷なんだな、ネルは。当たり前だろ、あんな幹部でもなんでもない雑魚に誇り一つつけたら恥ずかしすぎて死にたくなるね。ご主人、今回はネルの方が一応被害者らしいですし、責めないであげてください。そうだな、ネルせっかくだしミカドルエデン出る、息抜きに。そうだな、ならそのもう片方の空いている手で私の思想を掴んでいるんだな。わかったよ。なら私は用が済んだから帰ると思う。あ、ベルもありがとう。ぜひ現世でゆっくりしてよ。なら、行きたい。あ、これ、嫌な予感がしますね。はあ、ここまで見せつけられたら私も怒り通り越して混ざりたいわ。ねえ、とりあえずさ、どうしてこうなったのか教えてくれない？さあ、いろいろあったんだよ。せっかもどうだ、今ならメリアの前が空いているぞ。私は、気にしなくていいと思う。ご主人と一日中二人きりのチャンスだ。でも、ずっと私の服の裾を離さないのは悪くないですね。わけわかんないけど、空いてるなら私も混ざるわ。メリのバカー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。